ここジャニー喜多川氏を取り巻く旧ジャニーズ事務所をテーマにした NHK スペシャルジャニー喜多川アイドル帝国の実像が20日6時に NHK 総合で放送され、1970年代に活躍した旧ジャニーズ事務所のアイドルグループフォーリーブスの江木俊夫72が番組の取材に応じる形で出演した。1年前の9月、ジャニーズ事務所、当時はジャニー氏の性加害を認め、人類史上最も愚かな事件と断罪した。被害を申告した人だけでも1000人に上り、加害は半世紀以上にわたって繰り返されていた。